そうですね、昨日のゲームをしっかり反省してね、今日のアップからみんなの表情を見てるといい雰囲気でゲーム入ってきてますんで、はい、今日のゲームも注目ですね。伊藤達也に菊池真奈と今西優斗、昨日出場がありました。 B1 最年少出場記録、得点記録の保持者、ベテランの中塚俊弘が出てきます。そして昨日19得点4リバウンドでブロック6つありましたジョシュ・ホーキンソンです。ここ入れました。強いソアレス、ソアレスお返し、押し込む、押し込む、リバウンドアキシンバース、よく取りましたね。ここね、サンロッカーズね、ケリーが走ってます。オフェンスリバウンドは取れなくてね、苦しかったね。ここはアキシンバースがレイアップ決めていきました。ベッドラメのちょっとずれた、少しタフな形になりましたね。須田の守備が効きました。須田雄太郎400回スリーポイント、フランクスが呼びます。伊藤達也、右のコーナーで須田が張っている中東の深いところから、昨日もめちゃくちゃいいところでスリー決めて、昨日のゲーム1では相当苦しめられた。ああ、ここヘルプサイド見ましたが伊藤がカット。さあ伊藤が走ります。須田が手を挙げた。その須田キャッチアンドスリー、これが須田だ。伊藤達也がボールコントロールです。スタートの5人が出ている名古屋ダイヤモンドドルフィンズ。長東、長東のジャンパー、いいですね。ピックアンドロール、そのケリーナオバー、ただこうちょっと手につかなかったが坂本誠がなんとか戻した。ソーレス入ってましたね。ただ名古屋もファール4つのレイパーズジュニアがコート出てきていますので、はい、まあ、ここお互いマッチアップしてますからね、はい。はい、ここはスミス入ってきた。スミスインサイド強いぞ。レイパーズジュニア、伊藤達也アタックに行く、ドライブスルー外、須田雄太郎のキャッチャーとスリーだ。さあこれでドルフィンズが決めて、オシャルタイバートだと大きいですね。斉藤匠からロバートフランクスのスリーだ。これはでかい、打てる。ティム・ソーレスのウィングスリー、落ちた。リバウンドとのボールの中東、落ちたところはロバート・フランクス、18点目、ポイントを選択しました。そしてロバート・フランクス、いいと思うんですよ、はい。さあこの一本次第ですが、素晴らしい、決まった。そしてタイムアウトです。この時間帯でこの瞬間ベンドラメどこに入れる、ぐるっと回ってクレモンズ、ポンプエイク剥がした、ステップバックからのスリーだ、落ちた。ホーキンソン押し込んだ。ここでロブで入りますね。あ、そうですね、これでもうスタートしてしまうのでショットクロックが。そしてここで試合が終わりました。76対74、2点差。